ガジムスリモビチガジエフは、ロシアダゲスタン共和国出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ダゲスタン自チソビエト社会主義共和国、ブイナクスク出身。スパルタクハサビウルトでユース年代を過ごす。その後レニングラードの2クラブ、スパルタクレニングラードとスコロホートレニングラードでプレーするものの、1965年に極度の禁止を理由に若くして現役引退した。 その後、スパルタクハサビュルトでコーチ経験を積んだ後、1973年、ディナモマハチから監督に就任、1975年にはダゲスタンのリーグで優勝した。退任後は、モスクワの大学で、スポーツ心理学とトレーニングを学び、教育学の博士号を取得。そのままモスクワに泊まり1980年からチェスカモスクワで、コーチとして活躍した。 一方、1978年から、ソビエト連邦代表スタッフ入りし、A 代表や、五輪代表のアシスタントコーチ、ナショナルトレセンの代表者や U-19 及び U-16 監督などを歴任する。ソビエト連邦の崩壊後の1992年独立国家、共同体代表、1992年、バルセロナオリンピック EUN 代表、1992年からの、 ロシアでも代表コーチの職にあり、20年近く代表スタッフとして活躍した。その間、コーチとして、1987年ワールドジュニアユース、優勝、1988年欧州選手権、準優勝、同年ソウルオリンピック金メダル獲得などに貢献した。1999年、当時トップディビジョンだった FC 安島8からの監督に就任すると、 いきなり優勝して、トップリーグへ昇格。さらによくシーズンには4位入賞を果たして、UEFA カップ出場計を獲得。同年にはロシア最優秀監督に選出された。2002年、その実績を変われバレリーにポムニシから推薦を受け、J リーグサンフレッチェ広島監督に就任。しかし自身初の海外での指揮であったこともあり。 チームとのコミュニケーション不足から、チーム方針の相違や、補強の失敗や選手との圧力を生み、さらに主力の長期離脱や不調も、相まって、チームは会に低迷した。同年7月、シーズン途中に事実上解任された。2003年、プレミアリーグから一部リーグに降格した古巣、暗示の監督に復帰する者の昇格を果たせず1年で、退団。翌2004年から、 クリリアソベトフサマーラ監督を務め、同年のロシアカップでは、準優勝した。2007年5月から、サトルン・ラメンスコーエ監督に就任すると会に、低迷していたチームをいきなり5位にまで上げ、チームを、初の UEFA インターととカップ出場に導く。同シーズンロシア最優秀監督。翌2008年は会に低迷し8月にロシアカップで、 早期敗退したのを機に解任された。2010年、7年ぶりに安ンの監督に復帰する。翌2011年1月、チームは大富豪、スレーマン・ケリモフがオーナーとなり、ロベルト・カルロスやサミュエル・エトーラビッグネームを獲得。同年9月に、チーム成績が平凡なことから監督にもビッグネームを招集することが決定しがジェフは解雇された。2012年6月、 この年からリーグ周到制となるロシアプレミアリーグの FC ボルガニジニノブゴロド監督に就任した。同年12月引き抜かれる形で同リーグのクリリアソベトフ監督に復帰した。2013年8月2年ぶりにアンジの監督に復帰4度目の就任となった。このシーズンアンジは緊縮財政で挑んでオリエと親ウィリアン、ラッサナ、ディアルタ、 ラシナトラオレなど主力が遺跡売却された中での監督就任だった。結果、一度も浮上することなく再会に沈み、シーズン終了後ファーストディビジョンに降格、2014年5月責任を取る形で辞任した。2015年 FC アムカルペルミは成績不振からスラボールユブムスリンを解任し、公認としてガジエフが監督に就任した。チームは、 育成型監督を望んだがガジエフは補強でチーム作りをするタイプの監督だった。ガジエフの判断により前年度に活躍したコリカ及びオレグを退団させたことが同年末の J に降格原因の一つとみられている。さらに彼の進言によりミロやビロングを獲得するも目立った活躍はしなかった。ガジエフのサッカーに一般的な明確さがなく、 どういうサッカーをすればいいのか選手のみならず、コーチ陣も混乱していた。開幕直前に上村健一が怪我したことで計算できる CB が全くいなくなってしまった。公式発表は、要望規則により帰国離脱。ありがとうございます。